松井中塚は、幕末の京都西本願寺容人。尊能上位を唱えて、武術奨励や江戸地開拓を行ったが、松平春学と接近して開国派と疑われ、暗殺された。文化6年2月代々西本願寺容人を務める、家に生まれた。事業長奉行としての事務や教学、全国の門松等の書務を担当した。 天保年間フェイトン号事件やモリソン号事件を受け、王法違法を根拠に、国難の最後処刑後のため僧侶、在家家臣に、剣術、従術、休術、僧術を鍛錬させることを権限したが、却下された。嘉永年間黒船来航を受け、上位結婚に際し自ら先鋒を務めること、全国の門松に思想を派遣して、勤労思想を広めること、 北方警備のよ函館に寺院を建設すること、元山境内に演武場を設置することを権限した。数年後、函館別院、元山演武場の設立については実現し、紀の国報復時、北畠道流等を招いて、京家に務めた。安政4年に蝦夷地開墾御用係を引き受け、橋本家門、野村藤三郎を現地に派遣し、 花屋町西の東院各校や某の家屋を購入して、江戸産物会所を設置して、輸入物産を販売し、その利益で六条六十四丁の町民を徴兵し、桐山正八、宇津半兵、名一兵、宇佐見正八頭を取り締まりとする五体を編成した。万円元年長州藩、毛利高地下の中上就任を経過するため、長戸国萩に派,に派遣され、出所ど黒兵兵。 須ふ正之助、旧のごんえもん、つぼいきゅうと国事を語り合い、京都の自宅に招いた。文久年間長州藩兵が上京した際には、ししどく兵衛と協議して、山し別院への退陣を認めた。文久3年5月門末,末、新都から軍資金を募るためえ全国に、赴いたところ、福井藩が老駒山次郎の協力を受け、藩領内門末,末の僧侶の私益を許された。 まもなく、福井藩兵が、京都警備のため上京し、境内滞在を要請すると、本山では、松平春学は、不大、朝敵だとして拒否する声が上がったが、中塚さは、もし朝敵の証拠があれば、自分を視察せよとして受け入れさせた。この結果、中塚さは春学を通じて開国派に組みしているとの、噂が立ち、岡田では守るを通じて三条耳に真意を正され、 弁明するも疑惑は晴れなかった。2、3日以前に帰宅して療養中、8月12日取り半時頃、若宮通り花屋町下がる東側の自宅を見知らぬ、武士を6人に襲撃され、台所裏口で斬殺された。なお、下尾の棚2堀川西入る下魚尾の棚4丁目、最強寺も松井中塚淳南の地と主張される。 13日赤月三条制殺場に教診され、弟、村井倉之助が夜明け前に回収した。方号は、同人、四号は、県中院。劇文には、この者従来、宝剣の下に、眠り食、文主を、助け,け、下方法公音のところ、客しかも観族、松平春学に組みし、その関係を相け、愛助、天津さえ高血を絞り、教一をこととす。 実に天地の罪人なり、井の家天中者なり、同等下も妻法院、島田右表衛の上、上原、岡田の類、ため広告人力を無の者、人霊中陸者なり、とあり、隣に、島田右表衛少尉の首もさらされた。1903年区内常識部長、三宮義種の働きかけで、聖五位を増与された。吉種は、 大見国政源寺出身で、維新前上位運動に身を投じ、本願寺大鼓番屋に遊兵されたところを、中塚さにより助け出されたという。ありがとうございます。